番組じゃないんだから。何時間だけ。え、こっち側やったことあります？こっち側の顔して。こっち側の顔。スッと、スッと。あ、ちょっと。恥ずかしい。目見れない。誰の目も見れない。おはようございます。おはようございます。何ですか。気持ちが大事じゃないですか。まあ、収録だから、うん、切ってください。カットカット。深夜1時で元気をと思って。ありがとうございます。はい。ということで、はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はキャプテンと各チームから代表で、うん。そういうことだ。綺麗に並んでくれたのかと思った。今はどう？いや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 、もう自然にこうなりましたね。やっぱりもう染みついちゃったね。染みついちゃった。お前一番できた。信じ。染みついた。はい、5、6、7。あ、まだ1ヶ月。1ヶ月に1ヶ月に染みついちゃってる。そうですね、お忙しいのでね、皆さん。あ、スケジュール塗って。はい。ありがとうございます。はい、決まったわけじゃない。そうです、はい、忙しいです、ね、マジ忙しい、マジ忙しい、本当大変大変、ありがとうございます。大変大変、忙しい中、忙しいのは須田ちゃんだけ。いや、そうですよね、忙しいけど絶対須田さんがいない、使えないから私でしょ、絶対。いやいやいや、絶対そうでしょ。だからだってお尻でもいいってことでしょ、だってケツも。あれ、お尻さん忙しい、お尻はダメだ、お尻さん忙しい、お尻はダメだ、のんちゃんはいいけど、お尻さんダメなんだ。よかったよかった。なんでこんなわざわざ呼んでどうするんですか、どうするんですか、うん、まあ、ちょっと大事な日なんで今日。何ということで、はい、ちょっと今日の服装のポイントを。あ、大事な日だから。やりますか。一番釣り、とんちゃんとかやる、はい、はい、ワンピース。どっから拾ったのね。ワンピースですね。いいね、はい、ちょっと解説でお願いします。解説、はい、え、これ何柄なんですかね。なんだろうね、なんか千鳥っぽいけど千鳥柄みたいな。でもなんか偽千鳥、偽千鳥柄がやっぱポイントです。でここがキュッてなってるのがやっぱ流行ってますから、ハイウエストスタイル見えますしね。見えますね、がポイントです。かわいい。僕にも買わなくていい、カメラに。あ、ポイントです。じゃあ回ったりとかした方がいい。まる、まる、早めだね。早めの回りじゃないじゃない、ダンス中のターンだよ。でもこういう感じで、はい、やっぱ一番可愛い服を着てこようっていう。ああ、じゃあ一丁羅なんだ。そう、前回も一番お気に入りのワンピースを着てきたので気合入ってますから。何に感じてるの、感じてるの、ファッションの終電伝わるからね。あるじゃん、このコーナーがあるじゃないですか、この私服紹介、はいはい、最近ね、ちょっとそうそう、だからちょっと変な服は着てこれないなと思って。本当だよ、レッスンとかうまいよ。あったね、アレンジのわけがある。まあね、まあまあまあ、まあ、次行きましょう。本当ね、はい、はい、私は本当 3,4 年前ぐらいの。あれあれ、この次4年前からいた。はい、この前ちょっともう物を大事に使う人なんで、まあでもちょっとこのね、あの 夏っぽさ全開でこのブラウス系と、ね、素材がね、そうで、レザーなんですけど、スカート、これちょっと夏仕様のレザーなので、安心してください。どういうこと、夏仕様。あの生地も薄いレザーなので、こう風通しの良い感じになってるよ。ひらひらはい、あとね、こうストーンってなってるので、まあ、品川効果といいますか、はい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 、見えるかなと思って感じでございます。スニーカーかわいい、見せてあげて。ほんとだ、かわいい、ダットスニーカーみたいな。めっちゃかわいい、はい、この分厚い、かわいい、岐阜からこれで、岐阜から春バレーやってまいりました。春バレー目立っちゃうんじゃないの、岐阜でこんなおしゃれだと。あ、そうです、いいよ、怖いな。あはははは、普通にやるんだ。え、そうそうそう、そこじゃないよ。あ、そうか、いや、ちょっと早く行かなきゃみたいな。目立っちゃうんだ、ギフでは、これは。そっかそっか、今日も、はいはいはい、グーを塗ってきました。グーを塗ってグーを塗ってって何ですか。グーを抜けて3点の使い方、はい、この SK 劇場にやってきたので、やってきました、はい、ハリバリやってきたので、はい、中野さんどうなの、こんな感じなの。ん、
岐阜ではそうかもしれないけど、社会だともう全然誰も誰も左手見たくなってる。いいね、すごいな。岐阜に来ると高尾体ね、はい、そうだね、岐阜で、はい、花が咲きます花が咲きますということで、はい、続いてちょうど近くです。私はですね、前回ちょっとジャージで来てしまったので、今日はとびっきりおしゃれをしてきました。かわいい、はい、夏らしい。なんでジャージだったの？まあ、いろいろわけがありましてですね、その時ちょうどあの新公演チーム S 作ってる最中の時で、もうその連日のリハ続いてて、もう朝8時集合とか、普通にゲネプロですみたいな、はいはい、でもじゃあみんなでちょすっぴんで行こうねみたいな、チーム S のことみんなでって、うん、みんなすっぴんだよみたいな言ったら、バリバリメイクしてきてるじゃないですか。非常に流れるのしっかりすっぴんジャージで来て、でもすごいやる気満々でした。気持ちはその朝8時だからジャージで行こうねっていうのは、もう毎日その服着てる。毎日もうその後にすぐもう収録終わったらすぐもうリハ行けるように。なるほど、万全のスタイルできました。あ、もう一着だけですよね。はい、はい、なるほど、ね、しっかり可愛くおしゃれして、ね、ね、今日もあのアルプス少女、ね、アルプスの可愛い、可愛いおしゃれ、ハイハイハイメイク、ハイジって呼んでください。呼んでください、はい、呼んでください。はい、続いてです、どうぞ。はい、もう斉藤です。まこさん、文句なしです、ね、文句なしです、ね、あ、すみません、文句言えない、言えないだけです。じゃない、もう私が言ったことじゃない、なんかず、全部言ってる、全然言ってないけど、自分の評論家で出ちゃった、すみません。はい、はい、今日は、緑をテーマに、はい、もう今か、今ハトレンドからすごい喋る、私が喋るの。あ、すみません、私が喋るから、すみません。はい、あ、トレンドカラーも恥ずかしいので、はい、緑と、はい、髪の毛最近青に染めたので、何かこうカラフルなコントラストがいいかなと思って、夏らしい、コントラスト、うわー、出てこない、出てこない、コントラスト出てこない、バカにしてコントラスト出てこない、コントラストか、はい、この後また劇場公演が今日あるので、リハーサルもしやすいように、こう動きやすい格好で来てみました。ちなみにハイライトとかどうですか？ハイライト、ハイライト、コントラストとかハイライトと同じ部類じゃないですか？あ、でもハイじゃないですか、白なのハイライト、画像編集のアプリから編集、コントラストってそれから出てくるから、そうだね、それは別に関係ない、あんま関係ない、基本的に今、なるほど、すみません、はい、バランス、バランス、いいですか？確かにスカートってみんな着てるから、ああ、ね、今日はスカートも多めですけれども、はい、はい、こんな感じで、はあ、はあ、いいですね、はあ、聞こえてる、聞こえてる、ちっちゃい声やってる、ちっちゃい声やってる、はい、というわけで、座りますか？座りますか？はい、座りますか？はい、やっぱり座ってますか？書いてあった、どうだったか、書いてる、終わった、終わった、ここなの、太田さん。でかく座るかな、重いの、重いの、本当だ、おっ、よいしょ、これはもう全員の、え、ティッシュあるの、こういうティッシュ、ひもあるですよ、マキコさんが泣くからだ、あ、そういうこと、これ泣かないといけないみたいになっちゃってる、な、念のためです。あ、なるほどね、みんなも使えるよ、ありがとうございます、花粉症のことは見えない、はい、花粉症のことは見えない、